はい、どうも、こちらひかるです。マインクラフト実況やっていきたいと思います。今回からね、もうちょっと新しい建築物を、建てていこうかなと思ってて。まあ、牧場はまあ、ハロウィンのやつが、パンプキンができてから、ジャックオランタンができてからなんですけど、とりあえず今こんな感じで。まあ、生放送は、あれじゃ見てへん人もおるから、見したらわかるんじゃない？まあ、こんな感じで、ね、建造物できてます、結構ね。集落っぽく。これ、まあ、喫煙所やな。いずれ爆破される家です。爆破予告来てます。もう届いてますから。はいはい、で、あとまあ、ここ。前さんが作ったフリーザの宇宙船をイメージした。謎の建造物。ね、パウードみたいな、ね。ほんま、黒とかを入れたいんですけど、色的には。パウード。時間がなかったんで、もうここでね。うん、もうパウードみたいなってことかな、ほんまに。やばい。ガッシュベルね。うん。で、これ入り口ありません。ここもう入れないです、ここ。誰も入れないです。乗り込めるのは、ほんまに僕だけです。コックピットに。名人の家はこれ。作ってるよ、これ。忍者屋敷。入りますね。ここから。ここからね、入れます、実は。これ、こんな感じで。やってて、道場っぽい。シンプルですね。マジで、ここ繋がってるという。まあね、ここもまだ、通路はね。これで上に行けると。こんな感じです。こんな感じの建造物が、今。これは、まあ、一瞬で3つできた。何に使うんですか、あれ、あの空間は。なので、あれ言ったら、だから要塞なわけよ。攻め込まれた時に逃げ込む。まあ、防空壕的にはいいやつでもあるし、まあ、言うたら、威嚇もなっとうわけよ、あれで。あれがあることになって。敵がビビっとうわけよ、これを見て。という感じで、結構ね、まあ、発展してきてるんですよ、この地域がね。ちょっとまあ、ね、遠くから見た時に、だいぶ変わってますからね、今も。ああ。まあ、遠くから見た時に、それはあれだけな。見えるんが、やっぱ、すごいのですから。うん、あの村から見たときに侵略しようと思うけど。ほら、見え見えもう無理やろ、俺。あの村人から、仮に。最近未来っすね。うん。こんな感じで、ね、結構発展してきてるんで。まあいい感じです、ね。次また新しいやつ立ちたいなと思ってるんです。次俺は、テーマとしては、パワーストーンで成功した億万長者の家を作ろうかなって思ってます。パワーストーンで成功した。まあこれイメージとしてはね、屋上というか、2階に屋外プールがあるっていうイメージ。だから結構だからね、なんかこういう、まあ普通民家っぽくない、ちょっとなんか、六本木ヒルズとかに、じゃあ素材が結構あれなんじゃない、高級感が、まあまあまあ、あるやつじゃないと。で行こうかなと思ってます。ちょっと離れにあるんですよね。この通りの。離れ？うん。この通りの離れにあるというか。まあこの奥側ね。まあ誰も侵略されてないこの奥側にある家。みたいなのをイメージしていこうかなと思ってます。喋るか。まあちょっとこれ喋る、ちょっと道だけ作って、もうそれを今から作っていくんよ。これ、レンガないよね、石レンガ。いや、焼かないとダメですね。欲しいな。火がめっちゃあるけど。もうちょっと、いるやろ、この辺多分。できたのは、60個ぐらいですか、今。うん、うん、うん。やっぱあの要塞あるだけで1個ちゃうな。もう。よし。で、見た目がちょっとあれっす。で、なんか石炭。うん。頑張ってきたのは60個。あれはもう。これね、かなり集めるの苦労してますね、正直。全然ないですよ。全然ないですよ、ね。なかなかないもんな。まあ一生は、ね、全部これ一応クリエイティブ使わずに自力でね、集めてはいるんですけど。じゃあ、あるもん、土。ただまあ、なかなか、やっぱしんどいですね、この集めるの、ね。資源集め。資源集めるのは。もうやっぱり、リアルに考えてもそうやし。しんどいもんやから、やっぱりこういうの。だからこそやっぱ、汗水流してな。立てる時の、やっぱ達成感というかすごいのがあると思う、多分。やっと立てればって感じ、俺も。ああ、今から。うん。やっとこの集めたやつを、形にしていけるなと思って。ワクワク、ワクワクしとるわ、積み木みたいなもんだよな。は？積み木？積み木とかも組み立てていく時に、自分でなんか、作って、俺とようやっとったんや、子供の頃に。ええこと言ったら言うとけなの。いや、ほんまに、積み木とかで一緒なわけよ。積み木みたいなもんだよな。ほんま、あっとうから、ほんまに。いや、あっとうから。いや、これ多分一番、積み木みたいな。いや、積み木とかって、ほんまにどん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 自分で、もうシンプルなわけよ。別に作るもんなんか変ななんかあれだけやけど、こう段階鉄壁やったんや。お、うまくおる。これ危なすぎるやろ、ここ、よく考えたら。これ。マジで危ない、ここ。俺は積み木ええと思うけどな。あれやばいっすね。小さい子供にやったら結構喜ぶもんね、積み木を。今の子はそういうのにあれなんかもしれんけど。俺は小さい頃で小学校の時まであれやったもん。どうしようかな。積み木で遊んどったからな。低学年の頃。この離れに作るんじゃなくて、どうしよっかな、これ。確かに。で、あれ、やってなかった。レゴブロック。あ、やっと友達がやっとったけど、俺はあんまりやってへんけど。やってない。レゴは、
興味あったけど、やっぱ、そこにちょっと感じ出せなかった。こっちはなんか今日豪華やから。なんで当時は。やっぱこの右側か。こっちか。あ、右側も。僕でも結構余裕で空いとんな。ここ広いっすね。うん、あー、ここしようかな。あ、ダブカあるじゃん。でも、あれとは似とんじゃない。何？結構マイクラは、ああいうのが好きでしょ。あー、時期メール。あー、まあ好きやな。レゴとか。絶対好きやもん、レゴとか。ここしようかじゃあ。お、なんかある。え？なんか、え？なんなんこれ？洞窟みたいあるやん。いや、俺が掘ったの。なんで掘ったんやん、こしたん。一緒やつに。どこに？ここ掘ったら邪魔やん。やばい。埋めなかよ、また。どうしたの？ほんま邪魔する。入り口だけ。邪魔するねー。パッパッパッって4つぐらいで埋めれるっすよ。いや、あれ空洞車が。豚がやばい、豚が畑を移動しまくったやん。空洞車が中を埋めなかんねん。空洞ダメなんですね。なんでなん？空洞敵枠やん。敵枠して音するやん。空洞。空洞みたいなのが。うわーって言う。だから、適当なとこ振ってあかんねん、だから、こっちゃん。そうなん。あー。あー、こっちゃん。忘れとったの？まあ。いや、忘れとったというか、知らなかったっすね。手間かけてくる男やで、ほんま。手間のかかる男やな。敵側くんは知らなかったっすね。もう空洞は、みんな土ああいうの埋めとったもん、全部空洞を。何でもかんでも語尾にスネーつけたらすももねよ結構掘っとるやん。だって、6スタック。だいぶ掘っとるやん、もしもし、これ。これは。あ、ちょっと鬱陶しいな、これ。6スタック。明かりもないから、ちょっと、埋めづらいし。これ、石スタックでちなみに何番なん？ 64 じゃない。あ、1スタック。うん。1ダースは、こしたん。1ダース？うん。ダースって、でも、それ、ん？物によるんじゃない？物に？いや、よらへん。1ダース10個。1ダース10個か。なわけねえんじゃん。なわけねえんじゃん。12か。あ、もう知ってんやつやで、ほんま。石ダース。結構これ土いるんちゃうんだから、もうこれ。ああ。ほぼほぼなんか、いるやろな。修復作業にここで、そう。慣れたら思わへんわな。もう作ろうとしとったのに。おっしゃん。え、マジ埋める。埋めるのはしゃあないで、ほんま。今から家作ろうとしとったの。家も作るわ。こんなん埋めなあかんやろって、さすがにこれは。おっしゃ、じゃあ話で繋いでくれよ、もう。ああ、ここトークで繋ぐと、こっしゃんの。お。結構っすけどね、これ。こっしとく。こっしとく。期待しとんじゃん、みんな。腰トークに。腰トーク。上もあるんか、これ。腰のあるトークに期待しとんね、俺も。腰ちゃん。え？え？ほんまや、でもそうやん。腰があらないで、やっぱりトークって成立せえへんからさ。いや、何を言ってるかよくわかんないですけど、腰のあるトークってどういうものなのか、教えてください。どういうものなのか。そのままやる。腰があるっていうことは、うどんの腰があるってわかるやろ、うどんの腰はわかるけど、腰のあるトークっていうのは。だから面白いってことね、腰があって。腰があるイコール面白いと、ほぼ一緒なわけよ。すごい振り方してありました、今。やばいぞ、これ、ほんま。そんなに本あるんすか？腰の、でも分かったやろ、それ。説明したわけよ、俺は。腰のあるトークを、うん、腰なんか自分でこれをでも作ってもらうわけから、こういう場を。うんうん。まあ、これは申し訳ないです。うん。だから、それで、だから腰のあるトークお願いしますっていう。自分で繋いでいただいたんです。うん。やっぱりそう。これはきついで、これは。うん。ヒカルが今こうやったんやから。すごいな、そう、性格が出るというか、マイクラ。俺とかやったらもう入り口だけ塞いでもう終わるもんな。いや、だから、それ、だから。やっぱ、なんつうん、そういう雑なことをしたくないみたいな、もうちゃんと、ちゃんと、こだわるわけだった、こっちみたいな人は、性格の人は、ここまですると。まあ俺、この前から気合入れてるからな、本気やからな、この前から。もう、本、うん。で、こっちはこれ、今何のためにこれ埋めとか、わかる？だから、わかんようにしょ、敵。なんやこれ。ここなんか石炭があってって。こう石炭があって。結構あったっすけど。しょ。めっちゃいりますね、ほんまに。まあ、もうすぐ終わりやな。タイムツ。こしたんの、うん、もう何も、あれ、終わってもじゃん、こしは。こしとくわ。えまだ始まってもないけどな。うん、始まるの終わってまでも、だって。この間を繋いでくれって言われたのに、もう。うん。ぼーっと見て。ああ、話題する話題。話題する。どういうことどういうこと話題する。話題する。どこの話題するその話の、お題みたいな。お題お題つうか。まあ、なんかあるかもしれん。お題振り、まあ、僕が今回、うん。まあ、食べ物について、ちょっと、討論会。みんなにちょっと、話そうかな。例えば何を、うん、食べ物。食べ物ってもなんか、大雑把すぎるやで。何が好きやろ、うん、好きな食べ物について話そうかと。そうはぁ、こっちはじゃあ、なんか、その、あ、好きな食べ物。いや、まあ、その、うん、なんていうんですか、うん。まあ、焼肉とか、うん。焼肉、
まあ、焼肉はよく話に出てくるんですけど。出てくる、まあ、他になんかあるじゃないですか、その。だから、星は何だ、何を食べた星は。カニが好きであったり、牡蠣が好きであったり。うん、いや、星はだから何なんだから。説明はもう分かったって、これは焼肉っすかね。何言ってんの、前カレーって言ったんだけどな。カレーも好きっすけど。じゃあ、ごめんなさい。さっき自分で焼肉とか、うん、まあ、無難やから、みたいな感じで、焼肉は。なんか違う、なんかマニアックだ。マニアックは好きじゃない。うん、俺はそう思ったけど。いや、強いかもだから、焼肉言うてもたら別に俺らも焼肉言うて終わりやん、星は。カレーっすね。カレーについて。カレーでも、最近なんか、前その、カレーについて。行った時もさ、新宿か。新宿歩いとって、なんか、カレー屋結構多いんですよ。あ、カレー屋？そうそう。しかも、その、ご当地のカレー屋とかがあって、ご当地？ご当地カレー？ご当地カレーみたいな。金沢のカレーみたいな。金沢カレーとかさ、そういうお店があって、まあ、入ろうとしたんですけど、めっちゃうまそうやって。うん。なんか、見た目は、カツが乗ってて。で、まあ、カツカレー。カツカレーなんですけど、そのカレーのルーが、結構。ルーカレーのルーカレーのルーが黒いんですよ。ああ、カレーのルーはね。黒い。ああ、うん。なんか、黒いカレーのルー。泥ソースみたいなぐらい。あ、イカスミみたいな。そう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 。ドロドロなんや。そう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 。で、うわ、めっちゃうまそうって思って。うん。で、まあ、食ってないんですけど。ええー、何なんだその話じゃ。どういうことこうしたん、食ってないんですけど、なんかそういう、なんつう、お持ち帰りみたいな、うん、なんかそういう、レトルトのやつとか、売っとって。売ってたのね、買っとったんですけどね。何なんそれ。その話ですか、うん。おい話。いや、まあ、まあ、今多分カレーブームなんですよ。結構、カレーってよく聞くでしょ。その、スープカレーとかさ、前から、だいぶ前から、それ別に多分、ブームというか、別に、カレーブームっていうか、あれなんじゃない別に、ブームとかではなくない別に。うん。なん、うん、いや、なんか、でも、なんか、大概カレーの話ってよくない、よくないよくないって、よく歩くない、ないけどな。よく話してない、なんか。カレーの話してない。初めてやけど。前みたいな。いや、俺あんま聞かんよ。カレーはだってまず外食であんま食おうっていうタイプじゃないからな、俺は。どっちかと言ったら。じゃあ、食べないでください。そういう問題じゃない。別に俺はそんな、あんま食わへんかなっていう。なんでそれ食べないからってなるんだ。おっしゃい、なんでそんな縛られなの、俺は。カレーを食ったあかんみたいな。ココイチ好き。前さ、ココイチ好き。見たことないじゃん、あんまり。あんまないけど、行ったことはあるけど、普通やな、俺別に。普通？うん、別に嫌いでも好きでもないけど、あんまりなんか好んで行かへんな、ココイチ俺。トッピングは、いつもどんな感じですか？いつもっつうか、まあ、あんま行ってないかもしれないけど。あんま行かへんから、トッピングな。うん。なんかでもトッピングするけど、あんまその出てこへんの、あんま行ってへんから。なんかいろいろあるやん、チーズとか多分なんかいろいろ。卵とか、うん。あんま分からんけど、なんかおすすめとかあるんこしたん。こしたんこれしそうみたいな。まあ、でもなんかよく聞くのは、シーフードがうまいって聞く、ね。よく聞くこしたんどうなん、こしたん。いや、俺は、だいたいなんか、カツカレーとかになっちゃうんですけど、トッピングっていうか、チーズとかそれぐらいになっちゃうんですけど、うん、こだわりは全然ないんやん。シーフードカレーは美味しいって聞いたことあるんですよ。聞いたことあるけど食べたことないの、さ。いや、まあまあ俺もそんなにココイチ行かんけど。行かんの？行かんのよ、結局。行かんけど、まあ、オッケー、悪いかっていうのは聞くっすよ。しゃあ、終わった。シーフードカレー。うん。なんかシーフードカレーとかあんま食ったことないかもしれない。シーフードあるけどな、俺も。確かにあんま、そうっすよね。あんま、ないか。いや、でも、美味しいらしい。シーフードカレーとかって、まあ、ああいうとこ行かな、食えない。シーフードカレーで、そのシーフードの。まあ、シーフードヌードルとあのカレーヌードル混ぜたら終わりなんじゃん。いやいや、もっともっと本格的な、その、なんつう。エビが。そんなん食ったことあるの、こちゃん。いや、そんな、あんまないけど。何しとんじゃん、こちゃん。見たことないの。エビがでかいとか、なんでわかるの。いや、でもなんか、ココイチの、その、なんていうの、パンフレットなんやけど、うん、なんかで見たことある。パンフレットここしてパンフレットがあるの、メニューやろ、メニューの、そうそうそう。それでも食おうとは思わへんねん、こしゃん。いやー、まあ、言ってないですね。でも好きな人は多いんじゃないカレーとか。まあ、カレーはまあ無難に見て、誰でも食べれる。みんな好きやろな、男は特に。女性も好きやろ、カレーなんか。うん、でもその、だ結局、それはうどんとかでもそうやけど、俺もだからうどんとか好きやけど、うん、あんまり、だから外食でうどん行く人と、その、分かれるやろ、やっぱり。その、どっかに偏ったやろ、みんな、やっぱり。ああ、うどん好きな人。一緒、なんか、どれもこれも行くタイプの人であんまおらへんやん。でも、うどん好きな人ってマジでうどん行くもんな。
ああ。香川行ったりとかするでしょ。あ、ほんまのグルメみたいな。そう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 。まあ、あれ、あんなん確かに俺も行きたいとは思うけど、そこまででもその、なんか遠出してまでっていうふうには、そこまでは行ってないもんな、グルメの。ああ。ほんまのグルメになってへん。マジで、うどん好きな人、行くからね。香川県の。今日ちょっとうどん食いに行くから。讃岐うどん。うどんは俺も好きやけど、でも結局は、やっぱりラーメンとかなんじゃん。好きってやってまうもんの、俺。ラーメンかな、やっぱ。よく行くもん。ラーメン。ラーメンか。食べやすいわ、なんかラーメン。その定食とかも好きやけど、でもやっぱり食べやすいって言ったらラーメンになってまうな。ラーメン、ね。まあ、うどんも好きやけど、俺、丸亀とか。オッケー、これだいぶできたやろ。うどんであんまなんか高級うどんなんかあんまないやろ、多分。丸亀系。普通に、あれ、安いというか、リーズナブルやろ、丸亀とか。500円ぐらいだってもう。おっしゃ、うん、まあ安いですね。だいぶ安いやろ。この辺にしようか、じゃあ。でも、名人も、光もあれや、その、うどんあんま行かへんやん。外食行かへん、俺は。好んでは行かないですね。絶対行かへんな。え先は羊がなんかした。食ったんすけどね。あ、食ったんが。食べリングいるか。俺、どっちかというと、パスタも食うし、うんうどんも食うし、ラーメンも食うし、俺結構行く方やけどな。まあ、前さんは多分結構何でも好きなんでしょ。うん、いろんなもん好きやな。肉も好きやし。逆にむしろ嫌いなもんがないからな、ほとんど。でも、なんか、自分で作るうどんとか結構好きっすけど、ね。自分で？え？いや、自分で。定住丼？いや、そこま、そっからじゃないけど。その、どっから作る？うどんを。全然作れへんやん。何言うとんの？なんつうん？こう。冷凍うどん。でも、だし買ってきてってことやろ。だしいらんねん。え？なんつう、温めて、その、お湯捨てて、うん、それもカップヌードルと一緒やもん。UFO ゲ。違う違う違う。どんべ。それで、うん、その、なんつう、卵乗せて、うん、だしがない。乗せて、みたいな。だしがないってどういうこと？いや、だから、味ポンとかかけるんですよ。味ポン？うどんにその、お湯捨てて。ポン酢ってこと？そう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 。さ、美味しいやん、ほんまそれ。いや、俺それで食うよ。もうすぐできるからさ、あれ。あ一瞬でできるからさ。これが一個。これで、こうしたのは結構美味しいんや。結構うまい。とにかく。マジで。うん、そうあんま食ったことないな。だし、だしをかけた方が美味しいと思うけど。ああ、それは絶対そうやろな。まあな。味ポンかけるみたいな。味ポン味ポン、うん、ポン酢か。ポン酢な。ポン酢か。だから俺がもうその、ないな、まあ、好きなのはもうラーメン。ラーメンに、あ、札幌じゃ味噌ラーメンに、ゆで卵のトッピング。わかるかな、このうまさ。まあ、俺はもうご飯にマヨネーズぶっかけるが一番早い。あー、それうまいですね。普通に。えうん。早いやろ。まあ、それはね、マヨラーの人ってほんまにそういうの好きやろ。すごい、ね。だってマヨネーズ直接食えるわけやから。すごい、ね。多分。早いやん。だから、タイプ俺、その焼肉のタレとご飯いけるやつとかおるくない？あ、でも僕、全然いけます。全然いけるでしょ。それはいける。いや、俺、そうです、無理やわ。マヨネーズされて。ご飯一緒やん、もう言ったら。何でもいけるくないですか？でも、名人さ、エビとか食えんで、うん、マヨネーズのご飯食えるってすごいな。なりますか？まあ確かに、その、だから、名人の場合、だから、その、グロテスクなもんが苦手なんだよね。そういうことか。どっちか言ったら。ああ。だから仮面ライダーとかの聖人が嫌いなんじゃない？ああいうの。多分。最近の仮面ライダーの聖人グロテスクやん。仮面ライダー聖人？仮面ライダー聖人ではないけど。シャーラ聖人。仮面ライダーの話になるけど、どんどん聖人がヤバくなってきたからね、今。ほんまに。そう。もうグロテスクになってきたかな、明らかに。仮面ライダー今。もう見てみて、最近。仮面ライダー。仮面ライダーはちょっと。アーギーショッカーか。ショッカーもだいぶ古いやろ、もう。まあ今やったら藤岡弘が主演らしいけどな。もうちょっと初期やな、藤岡弘は。懐かしいですね、あの人。こうしたんで仮面ライダー何世代やん。V3 とか。誰全然ちゃう、俺。でもかなり古いから。V3? 俺らはクーガとかアギトの世代かな。いや、そんな最新とか最近の全然知らん。マジで？最近じゃない。小田切城のやつ知らんの？いや、そんな最近の知らんぞ。マジで？うん。これな。小田切城が言ったらもうブレイクしたきっかけのあれやん。一周の説明。全身みたいなとこあるやん。仮面ライダー、クーガ、アギトらへんは。俺、でも俳優で一番男前の小田切城かなって思うな。そう。それは何やろ、小田切城やん。言い過ぎやろ。それはでもその人の趣味というか、ああどういう風な人を考えるか。いやいや、それは言い過ぎや。言い過ぎやろ。結構じゃあ、ああいう、うん、なんか濃い顔が好きだろ、こっちゃんは。濃いかな。濃いやろ、俺だけで顔的に言ったら。濃くないんじゃない？濃いんちゃうんすか？濃い。言うたら、彫りが深くない？なんかああいう感じ。濃いやろ、あれは。どっちかって薄いから。
声が出た。この辺からちょっと始まっていく感じでいくかな。なんか、小田切憧れるみたいな。レンガ。憧れるとかじゃなくて、ただ、俺もそんなに、その、俳優を知ったわけじゃないけど、あの人は、なんか、かっこいい。やばいなって思う、男。うん、でも一番男前ってさっき言ったから、憧れるレベルじゃない、それはもう。憧れる。またその、なんつうの、いろんな、まあ、好きがあるけど。うん、顔で言ったらでも、だいぶもう、こうした中ではもうトップクラスの。顔、うん、なんか雰囲気だ。男前ね。うん。な、おだげで言うと、なんか、もう、行き過ぎとかがあるよね。おしゃれとかで俺思うけど。こちらも認める男前、うん、なんか、おしゃれとかって確かにいろいろあるやん。その無難なやつがおしゃれ、それがまあ普通の格好はおしゃれって呼ばれへんけど、もう行き過ぎとやったら俺おしゃれじゃん。それやん、もう完全に小田切城のそのスタイルというか、服とか見たらわかるやん。あれだけね、もうすごいやん、髪型とかもそうやけど。ポッシャンとかやったらごっつくなるじゃん。食うて。うん、ああいう、ジョーマン。だから、ああいうところが、まあ、かっこいい。やばいなって思う。そう。ジョーやばいな。ポッシャンもじゃあ、あれじゃない。いろいろじゃあ、ヘアスタイルとか変えたりとか。小田切ジョーみたいに。そこのヘアスタイルとか言って。まあ俺も言うジョー好きやけどな、ストライカーの方の。ストライカー。かみさん、最近よう解説したらジョーさんの結構好きやけどな、俺は。誰やねん、それ。ジョー。ストライカー。あいつかよ、もう。日本代表の。元日本代表のジョー。結構好きやけどな、ジョー。聞いたことあるな。全然俺好きじゃないよ、俺ジョー。まだ前園さんとかの方がまだ好きやわ。ゾノ？うん。小田切城に。そういうとこじゃないんこしてんの。髪型とかではないと別に。そういうのじゃない、雰囲気とかなんか。オーラみたいな。感じみたいな。そうそうそう。オーラ。でも道あるだけなんかかっこよく見えるな、ここ。まあ道は大事だからな。違います。雰囲気やっぱ大事にしていきたいもんな。あ、ジョーか。俺このマインクラフトだけはほんま俺すごいのを作っていきたいな。だからほんまクオリティの大福やったらほんま、いらんが消していこうもどうかな。あ、まあ、それはな。やってみたときに、あ、これちょっとちゃうなと。この街に。この街にあってんなったら、ほら、消していこうもどうって。邪魔なんやから。それはしょうがないでしょ。うん。あ、落ちた。うん、まあ、消されても文句は言えないですね。そうですね。本気はじゃん。どれだけ魂込めたかみたいな。そうそうそう。測られるからな。本気だ。リーダーバッジみたいなもんで、力が宿るわけよ。やっぱり誰かがその、紋章みたいなのがあるわけよ。あれも言ったら。刻印みたいな。俺はもうそれをきっちり、入れとおうからさ、俺は。多分俺のは多分消されへん思うで、あれは。あ、ええな、ここ見せた。パッと見の外観が、ちょっとおかしかったら、ちょっとおかしいやつとかも、もしかしたら消されるかもしれない。まあ、わかるわかる。下が何たんで、みたいな。いやな。アンバランスみたいな。アンバランス？バランス結構取っとうけどな、あれ。そこ調整してあれやっとうから、こっちは。いや、なんで、あそこにランタンがあるんかな、みたいな。わからへんかな、その辺のセンスがやっぱり。違うな、やっぱり。わかってへんと思う、こっちは。全然。おしゃれになりきれてへんね、あの人。そう。ほんま。ジョーの意思で。どっちが多分、おしゃれから来てると、絶対、こっちの方がおしゃれやる、でも。ランタンの？うん。一等やな、あれは。え、じゃあ、新宿レベルやな、あれも。多分もう、俺が思うに。新宿レベル？うん、新宿とか渋谷とかっていろいろあるやん。で、一番おしゃれされたのは確か新宿やん、あれ。あ、そうなの？そうやろ、あれ。東京で結構あるけど、いろいろ渋谷とか、その、原宿。原宿か。原宿か。原宿が一番おしゃれされたもん、確か。うん、じゃあ原宿レベル、俺ね、あれは。ああ、そういうことね。うん。まあ、でも俺は別に個人的にその原宿レベルのおしゃれはもう、すごいと思うけどね、あれは。なんかすごいと思うけど、もうわけがわからへんわね、もう、まあ、ほんまに。おしゃれすぎるよな。わけがわからへんよ。雑誌とかパッて見て、スナップ写真みたいなあれやん。わけわからへんラインよ、俺は、もう。そう。まあ、俺とかだったらあれけどな、島村流やけどな。どういうことなの、島村流。島村流っていう。もっと上、原宿とかもっと上やで。だよな。いや、悪いけど、言ったら悪いけど。上、俺は上一等、ほんまに。ユニクロとかって、確かにええけど、素材とか、安いし。もう今、結構もう普通のブランドとされたけど、あれとかって別に、その、おしゃれの行き過ぎてはないもんな、全然。普通やもんな。格好的には。あれが平均レベル。あれが平均やけど、その、おしゃれのあれ行き過ぎとう人とか、ほんま見たらびっくりするもんな。出会ったら。あー。ちゃうな。行き過ぎた前そう。だから、民族衣装のみたいな人おるやん。うん、民族ファッションというか。うん、分からへんもんな、あれも。俺も。理解できんというか。行き過ぎとっても。門こっから始まるっていう。で、この門は、ちなみに、こんな感じでちょっと、おしゃれにしよう。もうこっから始まるんや。あ、見せた。やばい。こういう感じの、ダーマ神殿みたいなのが色やん。すごい、そうそうそう、入り口にしようかなっていう。階段でそういう風に作れると。そう。ちょっと、工夫したやろ。プール？え？入り口やろ。入り口やもん、入り口。
そっからもう、何も聞いてなかった。入り口入ってっていうのイメージだけど。石レンガ。で、これは石レンガでカバーす。あ、そうか、石か。丸石でもあえて、ゴツゴツさしてもいいかもしれんな。それでもプール作れるよね。そういう形にした。四角にした。まあまあね。まあ、作れるな。あー、おしゃれかな、こっちの方が。あ、あー、ええな。神殿やな、これなんかもう。いや、だから最初、大理石から始まるみたいな。あー、大理石ね。あ、金持ち。そうそう、金持ちの家ってこうだ、こうや。あー。だからもう、この金持ちの家をイメージしようから、やっぱり。金持ちの家か。そう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 。まあ、ワインセラーとか欲しいけどな、金持ちの家ってあれ。ワインセラー無理だから。あー、ちょっとこれちょっとあれやな、ここ。むずいんじゃないですか。バーみたいなの作りたいけどな、もう。金持ち、何なんすかね、何があるんすかね、金持ち。やっぱ、図書館じゃなくて、やっぱ、その、あれか。入った瞬間、置物とかそうそうそう。まあ、銅像というか。だからそれはもう、すぐ、ライオンみたいな。みたいな、あれ噴水みたいな。あれか。あれな。そうそうそう。で、こっからどうしようかな。まあ、あと、図書室じゃないけど、なんか、読書部屋みたいなのも絶対あるやろな。金持ちって本とか読んでそうだからな、いろいろ。まあ、もうちょっと道欲しいな。あと、地下にやっぱなんか映画見れるようなとこ欲しいやな。スクリーンというか。地下はやっぱ、そうそうそう。防空壕的な。あの下。あと、隠れる場所もいるしな。何かあった時に。うん。それぐらいその後は家がいいような。何しようやん。でかい家か。嘘つけなかったのか。あれ？石レンガ。どうやってこっち投げてんやん。お前。なんか、無理なんじゃない？そこ多分。無理なんかな。無理っぽいけどな。こっち系を気づいたはずなんやけど、多分。そこ詰めれへん。それを潰して、こっち向きにしたらいいんや。あ、そうか。うん。そこ。あ、そこ？ここを潰すってこと、いきます。あー、でもええわ。ここはじゃあ、ちゃんとちゃうことにしようかな。あー、どうしようかな。門か。門。金持ちの家か。金持ちの家、行ったことないわ、多分。そんな。ないですか。ないな、友達におらへんかった、その金持ちのやつなんか。いや、おったけど、その人の家に行ったことはなかったな。あー。クルーザーとか本当だよ、でもその人。え？普通に。やば。なんか金持ちなのよ、明らかに。あー。車は、だって大学生やのに、なんかスポーツカーみたいなの乗っとったし。オッケー。完全に買ってもらってますね。うん、確実にな。もう金持ちの家とか、こっちに行ったことあるん？あー、あるけど。あるん？うん。なんか、朝からステーキとか食べてた。マジで？うん。重いっすね。うん。朝からステーキ？めっちゃええやん。すごいなって思う。まあ、飽きるけどな、そこまで食べとっても結局、そいつらも。いや、でも。まあ、飽きとるやろうけどな、それも、そいつ食べとっても。まあ、そら、朝からステーキ食ったことないな。食ってみたいな。たまたま行ったのか、もしかしたら毎日そんなんかもしれないですね。大体なんかその金持ちって、多分その、めっちゃ鍛えとうやつか鍛えてへんやつかに分かれるけど、多分そういうやつって鍛えとうイメージあるけどな、ステーキとか食うと。あー。ストイックな感じ。あー、確かに。ステーキとか、なんか俺、あー、こんな感じで入り口にしようかな、じゃあ。なんか嵐の松陣俺。うん。がなんかその、役作りみたいなことしとうやつも確か見て、うん、ステーキ、なん、150グラムぐらい朝から食いよったで。あなんかもう、その、うん、飯ほとんど食わへんから、ご飯とか確か食ったらあかんのかな、あれ確か。役作り絞るために体を。もう、鶏肉、うんうん、ささみとか、系のやつとか、夜とかそれほんまちょっとみたいな。あ夜ほ、あとは食ったらあかんみたいな感じで、やばかったっけな、その生活。こっちはもう結構できそうな生活ね、それやったら。ああ、こっちゃん。うん。こっちゃん無理やろ、絶対。もうそんな。でも、スポーツ選手の奥さんって、そしてすごい、いろいろ大変よね。いや、大変やろ、こっちゃん。分かれるやろな。しかも、スポーツ選手とかで、ほんま人気の選手になればなるほど、そう言われるわけやん。奥さんとか。うん。かなり気使うな。ダメよね。こんな感じでいいかな。そうすればきついやろな。ほんま、そういうのやってくれへんかったら。うん。これで入っていく感じしようかな。ここに。で、あと、ここから、道つなげていくか。だって、マー君の奥さんの方がやばいやん。サザー前とか。そう。やばい。やばい。だって、その、なんか7品ぐらいあるんだって。一回の食事に。オッケー、これぴったしな。あー。もう、品目として。それやばいな。うん。あー、ええな。種類多すぎやろ、みたいな。めっちゃ食うんでしょうね。だから野球選手とか食わないやっぱわかんないよな。うん。めっちゃ体重とか落ちるやろ、でもあれ1試合とか投げたら。あー。普通に。
何にしようかな、ここの色。なんかあるH とかあるんかな、色とか。白か。真っ白。サガン？サガンとすけ。色変えるべきなのかな、でも。サガンか。ホワイトカーペット。絨毯？石。レンガか石か、丸石か。ってところか。石、何がやん。あ、で、丸石の方がいいかな、無難に、多分。丸石？あっとるな、丸石の方が確かに。色的には。おぉ。ここに今から。もうちょい平地を広げな。オッケーかなぁ。あ、こしたのいいで、繋がったよな、俺。あー、でもこれ、そうか。なるほどな。もう一枚ずらしたいな、ここ。ここもう一枚、石にした方がいい。やっぱアイディア。むずいな。でも考えて。ここが石で。ま、作り上げた時には確かに喜びたるやないかな。ああ、なるほど。こっちの方がええな。で、もう一個ずらした方がええな、線を。ここに。ちょっとめんどくさいけど。なるほど。これセーブしなかった時とかやばいな。ああ、やばいな。まだオートセーブやったっけ、これ確か。オートセーブは。ないんじゃないか、オートセーブ。オートセーブ設定せんのないんじゃない確か。逆にオートセーブやったからしんどい時もあるけどな、逆に。ああ。やり直しきへんみたいな。それはあるな。そうそうそう、それはあるよな。恐ろしいことになるもんな。一個違う。そうそう、一個ちょっとずらそうと思って。横のスペースで大丈夫なのか、うん、?2 マスぐらいあるんか。大丈夫。ま、一旦終わるじゃん。ね、一旦終わって、次はとりあえずな。まあ、結構あそこの土のやつで かかったから。うん。まさかの土。まあ、次から一気にもう。まあ、こんな感じになるってことやな。これを進めていくと。おぉ。そう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 。こだわってきたな、ちょっと。まあ、イメージやっぱもうパワーストーン成功したやつっていうイメージやから。うん、まあ、石をすんだんに使った。ああ、石系でいきたいな。石攻めで。石系、あ、何種類ある石系って。いや、あんまないやろ、そんなにいっぱいは。丸石、石、石レンガ？なんか白っぽい、なんか、感じのやつ欲しいけどな。色的に。白？そっちの多分高級感出ると思うけどな。他いっぱいあっていいんですけどね、石英。石英って何なんまずあれ。あの辺分からんもんな。どこで手に入るのか分からん。見たことないけどな、そんな。黒曜石と。黒曜石も使えたら確かにでかいけど、ダイヤピッケルいるからな、あれ。結構あれだるいからな。ダイヤモンド今。ダイヤ下に放置したんでしたっけ。下に3つだけあるけど。ああ、あるが、確か。ただ3つやったら一応ピッケル作れるから1本だけ。ああ、じゃあ一応。そんないっぱいは作れへんやん。ネザーへの道。開けるな、別に。ネザーはほんまでかいもんな、あれ。言ったら、結構いろんな、なんか、ライトみたいなのもあるやな、確か。うん。あるな、あるな、あるな。グローストーンとかな。うん、覚えたもん、それは。結構、ええやつ。オッケー、これは入り口にしようかなっていう。おぉ。始まった。ここにだから噴水かなんかあるんだから、ボーンって。銅像がある。マーライオン的な。そう。で、通るときはここ通っていくみたいな。ああ、もう噴水にそこにドーンって置いて。あ、噴水映画、噴水とか釣れるのこれ。噴水作れたらかっこいいな、ここに。できるの噴水って、あれ。かっこよくない噴水作れたら。噴水ってやって水がファーって出とうわけやろ。じゃあ、こう2マスぐらい歩け、あ、高くはできるんですね。1分で、てっぺんから水を落とせば。噴水っぽくしたいな。まず。2マス上げとこう、ここじゃあ。ぽくなるんじゃないですか。うん、公園みたいなのも作りたいな。ああ。でも金持ちねえよ、入り口からこってやるよ、多分。うん。でもまあ俺らそんなめっちゃやばいことできんかもしれんから、銅像一個くらい立てるくらいできるよ、でもまあ。銅像。まあうまいこと、だこの、でもこのデカさの中でしか作られへんわけだから結構難しいやろな。でかかったら、銅像もあれででかくできるけど。でかすぎたら気持ち悪くなるから。銅像。だこれだから歩くところはこの石のスペース歩いていいんじゃない？ああ。普通に。で、ここは真ん中なんかが立っとるみたいな、ドーンってあるみたいな。ああ。門構えみたいなもんやな。ああ。で、それでやっとこれで家に、こっちから家になるみたいな。こっからか。そうそう。イメージ。で、行きたいな。勝者の証を置くんけ、ここに。ここなんか置きたいな。ゴーストパンプキングを。ここに、ここに置くべきやったんかもしれん、ゴーストパンプキングは。あんなもん置いてあかんやろ。でかすぎて。まあ、なんかとりあえずここになんか作ります。はい。で、次はまあ、これ作るのか、こっちの奥が作るかわかんないですけど、まあ、何かしらやっていこうと思います。そしたらぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。よっしゃ。よっしゃ。